どうも、ドラジローことドラと申します。時間があっという間、ドラの、ムジュラの仮面ですけど、パートは何かな ?8? 7かな、前回から続けて撮っております。だからストーリー的には前回を見てくれたらなと思います。で、次はね、念のために時間遅く、いや、今2日目やんね。2日目やけん、ちょ、剣を取り行きましょう。山里と、で、いや一応遅くしましょうか。またね、お金が必要に、あ、下ろすか銀行から。はい。二日目以内に剣を取らないと、前回の100ルーピー無駄になってしまいますから。はーい。はい。はいはいはい。これ100回使ったら、刃こぼれして元の剣に、小切りの剣に戻っちゃうから、お気をつけください。このフェザーソードのままの形で、まだ必要になってくるんで。そして、なんだっけ?お金。お金が必要になってくるから、お金はそこに置いとこう。フックショットの定位置の場所に、はい。まあ、弓矢の定位置な場所は、揺るがないですけど。下ろす。180ルーピーを下ろします。はい。手数料取んの?でーね。次はこっちに行きまーす。こっちだったっけ?あ、こっちこっち。で、十字になると、10時になるとここがね、回転するから、回転するから、あれ、あ、なんなんだあのおっさんは。あ、もう10時なっとるやん。これを降りていくと、話しましょう。一杯やる。あ、もう。で、もう早速飲みます。これで、あの魔法がもう無限に使えるってわけですよ。もちろんセーブしたら効果なくなりますけど。で、もう一度、今度はね、
前回ぶっ殺したゴートをもう一回ぶっ殺しましょう。ゴートをぶっ殺して、スノー山里ハロウィンしよう。して。カーブっての？ああ、そうや。ボスのところまでカットします。まあ、一回見たんでね。はい。はい、ボスです。2回失敗してこのゴロン、やった、死んだ。パンチで殺したの初じゃない？まあ2回目なんですけど、よいしょ。フィーン。で、かぶって矢を元に戻して、ほらこっち行くんですよ。そしてこう登っていきます。で、ここのここを、あ、大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃなかったで、おお、ここ一回止まろう。そしてで、よっしゃ。市販の爆弾はすぐね、またかよ。なんでサイドスペッステップで今サイドステップで行きましたね。で、ここは戻してゴロンに変身して、お話ししましょう。え、ちょっと待って、やばい、これ6時最後の朝になるまでにこれレース勝たんと、時間っていうか風呂が無駄になる。に今だ。あ、若干ね、あね、1匹2匹ね、ちょっと早いやつがいるんですよ。
だからそれは気をつけないといけない。おお、危ねえ、今の危なかった。確かに橋があるんですよ。当たらへんった今の。うわ、嘘だろ。しかも夜の、あ、2日目か。え、もう間に合わないフラグじゃないのこれ。やばい、これ間に合わんフラグかもしれん。うわ、もうトップクラスも行ったろ。でもさっきなんか結構落ちた。いや、俺はトップか。いや違うな、俺がトップだー最後のなんだっけ、自分ゴールした時に、なんていうかな、結構ね、ゴールしてゴロンたちもゴールしてくるんですけど、一匹しかね、一人しかゴールしなかったっていうことは全員落ちたってことになるんですけど、あいつらなんという運がいい。もう一回失敗したなと思ったっけど、でフェザーソードのまま、話す。はい。うん。お客さん、悪い冗談だよ。あんたの剣もフェザーソードになってるじゃないか。もしかして、もっと剣を強くしたいのか。それには砂金が必要だな。あんた持ってる。おお、砂金じゃないか。それも極超品だ。これだったら剣を作ってもお釣りが来る。よし、お客さん、特別にタダでしてやるよ。内緒だぜ。朝ね。ちゃ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 、これじゃない。時の重ね歌を弾かないと。はい。さて、明日の朝だ。お客さん、待たせたな。待たせたな。フェザーソードが最強になって、混合の剣になった。前以上に鍛えられ、絶対に折れない混合合剣になった。もうそれ以上強い剣うちではできないよ。ま、何回使っても刃こぼれしないから、思う存分な使ってみてくれ。それと先はたっぷり使って、ほんのちょこっとしか残らなかったが、こっちで処分しといたよ。はい、やったやった。じゃあもうすることないから今回終わりましょうか。いや、時間が少し余ったね。時間が余ったということは、時間が余ったから、何しようか。妖精集めは次回やります。とりあえずワープしよう。ワープするから、してエポナ、エポナ。
エポナで、ガルの面を、かぶって乗る。そして、さっきなんか石黒の、さっきやったっけ、前回やったっけ、今回やったっけ。で、入手した石黒のお面のところに行きます。しょ。あ、待てよ。あ、いけねえやん。いや、いける。お面だけ入手しよう。まあ、冷静に考えてみたけど、まだ、いけない。アイテム足らん。こいつが爆発するまで待とう。こう爆発が、ね？近くで爆弾らしきものが爆発すると、あんなになるんですよ。不思議でしょ？そして、ここに来るんですね。そして、目覚めの姿を引きます。で、こいつが目覚めるから、で、フックショットに戻して、魔法、たくさんあるから炎の槍を汚染しよう。ちょっと足止めをして、あ、当たられた。当たれ！遅い！やばい！やべ、これやばい。あ、これダメだ。一回待とう。何あの炎の矢、ふざけてんだろ、おい。あれ？これ一回勝負だっけ？なんか飛びすぎですけど、あれ一回勝負やったっけ？ここしまった。ならば、あの炎の矢当たったと思ったけどね、実際外れてた。いねえですけど、でも終わりますね。時間が時間なんで。で、見てくださった方、ありがとうございました。次回は、やり残しがないかな。
特にないと。じゃあ次回お会いしましょう。それじゃあご視聴ありがとうございました。ね、ちゃんセーブをね、録画しないと自分はセーブをすることを忘れるからセーブをします。録画します。この、はいを押した時点でセーブなんのかな？それともこのムービーも見ないといけないのかな？まあ、それはさておき、もう今回はこの辺にしておきたいと思います。それじゃあ見てくださってありがとうございました。バイバイよっと。